こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県ここは香美町に来ております。ちょっと今歩いておりますけどね。おー、いいですね。こちら日本海になります。いや、もっとね荒れ狂ってるかなと思ったんですけど、意外とこの時期の日本海にしては穏やかですね。いや、もっとねザブンザブンとすごい波かなと思って、それと列車を撮りたいなと思って来たんですが、まあ意外とおとなしい波ですね。いや、実はですね、この先ちょっといたところに、この海とね列車を撮影できるポイントがあります。いや、何回もこの道は通ったことあるんですけど、来るのは初めてですね。いや、今ちょっと雨がねポツポツしておりますので、少しね傘を持って撮影をしてみようかなと思います。さっきね列車通ったんですよね。なんか25分ぐらい遅れて通過をしたようで、いや、ちょっともったいないことしましたね。まあこの後まだ来ますからね、まあいいでしょう。どこから撮るんかな、もうちょっと行ってみましょうね。さあ、上がってまいりまして、まあ天気が良くないですけどね、まあこういう風に綺麗な海が広がっております。ちょっと今もセッティングをしたんですけどね、なんかかっこいいな。まあこのちょっと岩の上からね撮ってみようと思います。おお、いいね。ちょうどここの大きな崖の向こう、家がね立ち並んでおりますが、その向こうに線路が敷かれております。やっぱね、そこの今から撮る列車も10分ほど遅れているようなんですが、まあ撮れることに変わりありませんのでね、撮ってみたいと思いますよ。いやー、綺麗ですね。天気は悪いですが、なんか普通の海と違う色をしておりますね。エメラルドグリーンというような、そんな感じです。日本海、冬の日本海でなんか漆黒でね怖いイメージしか僕ないんですけどね。いやー、いつだったか青森に行った時にものすごい日本海の荒波とね撮影をしたことがあったんですが、まあそれと比べると非常に穏やか、まあ白波は立ってますけどね。いやー、綺麗ですね。まあそれではね、列車来るまでもう少しですので、待機をしていこうと思います。さあ、まず一発目、列車やってくる時間になります。やっぱりねこの右方向からやってくるんですけども、この岩がある関係でいつ来るか分かりません。なかなかね、緊張感のある撮影になります。あ、やってまいりましたね。キハ47、2両編成がやってまいります。いやー、やはりねこの景色でこのキハ47って目立ちますね。というわけで写真こんな感じになりました。縦でねちょっと撮ってみました。この海とそして向こうを走る、このキハ47、いや非常にいいのが撮れましたね。先ほどこっちで撮ってましたが、少しだけ海側に寄って今度は横で切ってみようと思います。またね、すぐこの向こうの竹の駅で列車が交換しますので、効率よくね撮っていきたいと思いますよ。いや、ちょうど列車来た時にね波が立ってくれたらいいんですが、まあそれもタイミングなかなか難しいでしょうね。ああ、カメラがだいぶ濡れてしまいましたよ。まあこの非電化区間のね山陰本線も本数はかなり少なくなってしまうんですが、この城崎温泉駅と霞駅の間に関してはまだ本数が多い方ですね。今は白波が少し立っておりますね。さあ、そろそろやってまいりますよ。キハ47、こちらも2両編成がやってまいりました。まあ2両ぐらいがねこの構図非常に収まりがいいのでね、いい写真が撮れますよ。というわけでね、通過をいたしました。写真はこんな感じになりました。今度はね先ほどの縦と違って横位置で撮影をしてみました。いや、ちょっとやっぱり波がうまいこといかないな、難しいですね。いや、いい時間帯に来ましたね。この後ね特急浜風3号がやってまいります。なんか効率よく、まだ着いて20分ほどですけど、この区間にしてはねたくさん撮れるんですね。もう隣の竹野駅を浜風が出た様子ですので、もう来るかな。まあ、さっきよりちょっとまた海が穏やかになったような気がいたします。いや、やっぱねこのちょうど波がこの崖に当たったところでねブシャーっと白波が立ちますので、それと一緒に撮りたいんですけどね。まあこれじゃなんか夏の天気の悪い日とあんまり変わりませんからね、冬感出したいんですよね。まあ、やっぱり北海道じゃねえわ、何言ってんの。日本海の冬は
荒波が特徴的ですからね、それを撮りたいんですが、これもちょっと弱いですね。時々ね、結構高い波が上がる時があるんですけどね、それと来てくれればバッチシなんですけど、まあちょっと入り江になってますからね。というような独り言を気持ち悪いことねずっとやってたわけですが、列車がやってくることになります。やってくるのは特急浜風、こちらは3号になります。わ、かなりゆっくり来ましたね。まだカニシーズンということでこちらも増結をしております。やっぱ6両編成となるとね、ちょっと収まりが悪いというか後ろが切れてしまいますね。まあですので今回写真としてはちょっと、一番後ろまで入っていないような構図というふうになっております。わ、完全に3両やと思ってましたわ。6両つないできましたね。構図に入りませんなんだ。まあ3両だったらねまだ収まりは良かったんですが、まあちょっとこの4両目が少し映ってしまうという感じでした。まあしかしこれはこれでいいんじゃないですか。いや、数本撮影をしましたけど、この後ねまた臨時特急のカニカニ浜風があと20分ほどでやってきますので、ちょっとどっかで撮りたいですね。まあここで今浜風撮ったので、まあ車両が全く一緒ですから、まあ、変わり映えしませんのでね、ちょっと違うところでやりたいと思うんですが、どっかあるかな。結構ねこういう感じで木が生えてるんですね。向こうもそうなんですが、向こうねちっちゃい駐車場のようなものがありますので、あそこに車を止めることができます。どうしよっかな。あんまり動いたら先に列車来ちゃうんでね、どこ行こうかなと考えた結果、先ほどの反対側に移動してまいりました。こんな感じでね、ちょっと違う感じで撮ってみたいと思います。これちょっと動画長くなってきましたのでね、ここら辺にしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。